コンベ君の外ホームランで一気に雰囲気良くなったから、いやマジでそれ、うん、めちゃくちゃ良かった。あれなんか最初メガネがなんかヘッドセットと絡まってみたいな言ってたよ、コンベ君がずっとメガネずれるみたいな言ってたよ。で1球目見送って、で2球目スンって外ホームランって、ね、やっべえなと思ったね、マジで。あれはすごかったわ、あんな焦ってたのに2球目で打つんやで、信じられん。片手間でホームラン打ってるみたいな、いやもうなんかちょうど間が良かったんやろね多分。いやあれはでもマジで痺れたね。